私たちは普段の生活の中で、とにかく不平を言いがちである。実際、様々なことに不満を抱き、愚痴をこぼし、小言を言う人があまりにも多いのが現状だ。あなたも、その一人になってしまっていないだろうか。どのような振る舞いであれ、たびたび繰り返していると、やがてそれは定着する。 だから断るごとに不平を言っているといずれそういう姿勢が染みつき年がら年中文句や悪口ばかりを並べる厄介な性格になりかねないこんな性格では人生を幸福に全うすることなどできやしないだろう本書の目的はそんな状況を改善し最高の自分になってかつてないほど深い満足感を得る手助けをすることだあらゆる状況で良いものを見つけられるように努めれば人生が喜びで溢れて いるるここととににに気づき心がとてもも豊かになる皆さんんどうもこんにちは本ようやくチャンネルのたけみです今回はスコット・アランさんが書かれたグラティチュード毎日を好転させる感謝の習慣をご紹介していきたいと思いますさて今回の動画はおそらく皆さんがこれまで聞いたことがないであろう非常に勉強になる内容となっておりました 本書の内容をコツコツと実践することによって人生を大きく変えられる人が続出すると私は思います。とても素晴らしい一冊でしたのでこの動画で興味を持っていただけましたら概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取っていただけると嬉しいです。それでは早速楽しみながら本書の内容に一緒に切り込んでいきましょう。本日のお品書きは次の通りです。一元で あなたの人生を根本から激変させるたった一つの習慣とはについて。 2言で実践編、感謝の心を育む最高の5つのエクササイズについて解説していきたいと思います。それでは早速1弦のあなたの人生を根本から激変させるたった1つの習慣とはから解説をスタートしていきましょう。さて、ズバリお聞きしますが、皆さんは今幸せですか自分の人生に満足できていますか 今自分が置かれている環境に満足できていますかもし 現状に満足でできていないなと思うのであればおそらくあなたにはあるものが不足しております。それはつまり感謝の心です。著者はいつも感謝の心を持つことを習慣にできれば感情、思考、振る舞いに大きな変化が起こりあなたは目覚ましい進化を遂げることができると本書の中で断言しております。おそらくこれまで多くの人が気づいていなかったと思いますが実は感謝の の心にはそれぐらい強力なパワーが秘められているんです身の回りのものに感謝をすることは不安と苦悩を和らげ魂を癒してくれる妙薬だと言っても過言ではないんですしかもその効果はすぐに実感することができますもしあなたが今後常に感謝の心を忘れずに生きていくことができればあなたの人生が劇的に変わることは間違いないでしょうまあこのようにいきなり感謝すること には素晴らしいメリットがあるから感謝しましょう感謝を日常生活に取り入れましょうと言われても ちょっとうさんくさいなぁとか、ちょっとスピリチュアル的な話じゃないですか、これと。そのように感じてまだピンと来ない方もいらっしゃると思います。ですので、今回の動画を通して、しっかりと感謝の心を持つことがなぜ重要なのかをお伝えしていきたいと思います。そして、感謝の重要性をお伝えするだけでなく、普段の生活の中で感謝の心を育む具体的な方法も、後ほどお伝えしていきますから、ぜひ楽しみ しみにしてておいいくださいそれではここからの流れとしてはまずなんで感謝することにたくさんのメリットがあるのかという科学的根拠を皆さんに説明しその後に具体的に感謝にはどんなメリットがあるのかを紹介するという流れで説明していきましょうかではまずなぜ感謝が素晴らしいのかという科学的根拠から説明し「感謝しなさい」と言われても「うさんくさい」と感じてしまう人の疑念を取っ払っていきましょう 結論から言うとなぜ感謝が良いのかそれは感謝をするとドーパミンとセロトニンという2つの神経伝達物質が分泌されるからでありますこのドーパミンとセロトニンという2つの物質は私たちの脳内の重要な神経伝達物質でありますドーパミンには気分を改善し幸福感を高め情熱をかきたて 自信を育て心の平和をもたらすといった重要な役割があります例えばドーパミンが増えるとメンタルが前向きになるということが分かっております脳内のドーパミンが増えることによってポジティブな気持ちが湧いてきて 嬉しい、楽しいといったポジティブな感情が溢れてきます。目の輝きが増して自然と笑みが出るようになり生き生きしている状態になれます。このドーパミンはさらにやる気の原動力となるものでもしこのドーパミンが付属してしまうと私たちは頑張ることができなくなってしまうんです。いくら頑張りなさい、頑張りなさいと言われたりいくら頑張ろうと懸命に努力しても ドーパミンが不足してしまうと私たちは決して頑張ることができないため人生を前向きに頑張っていくためにもこのドーパミンは極めて重要なものなんですもし今自分は何事に対しても頑張れないとかやる気が起きないと悩んでいる人は ドーパミンがが不足ししていることが原因かもしれませんそんな人にこそぜひ感謝をしてほしいと思います人生の良い面に感謝をするたびにあなたの脳はしっかりとドーパミンを分泌しますその結果気分が良くなりそれをもっと欲しくなるのでさらに楽しいことを考え ポジティブなな感情がずっとキープされれ人生の良い面にによより意識を向けられるようになるうんですまた仕事やプライベートに関してポジティブな側面に意識を向けたり感謝をすることによって脳はセロトニンを分泌しますセロトニンには気分を盛り上げる働きがあるので抗うつ薬に似た作用を持ちますその結果たちまち元気が出て人生でうまくいっていることに意識を向け落ち着きを取り戻すことが できますさてどうでしょうかこのように ドーパミンやセロトニンというのは私たちが健康的に生きていくために超重要なものでありますこの二つが感謝の心を持つことによって分泌されるから感謝の効用には科学的根拠があるというわけなんですあなたが身の回りのものに感謝すればするほどドーパミンとセロトニンがたくさん分泌されますまたもう一つ感謝をすることによって幸せホルモンであるオキシトシンが分泌されますこのオキ アキストが分泌されると幸せホルモンという名の通り私たちは何とも言えない幸せな気分になります。さらに 不安やストレスがなくなる、他人への信頼感が高まるなどといったことが分かっております。さてどうでしょうか。感謝をすることによって、ドーパミンやセロトニン、さらにはオキシトシンといった、私たちに様々なメリットをもたらしてくれるホルモンで脳内が満たされるから、感謝をすることで多くの効用が得られるというわけなんですね。というわけで皆さんにはぜひ、普段から感謝する習慣を身につけていただきたいと思います。もしあなたが、 引き締まった体を作りたいと思うのならば定期的に運動しなければいけませんそして鍛えれば鍛えるほど筋肉は強くなりますよね実はこれは感謝の心にも同じことが言えるんです身の回りのものに感謝する習慣を身につけると脳の中でそれを司る神経回路が強化されるんです何かを繰り返し実行するとそのための神経回路が脳の中で強くなり やがて自動的にそれができるようになり、自動モードに突入するんです。例えば 車の運転のように少し練習すれば自然に意識しなくてもできるようになるものがそれです一旦脳の中で神経回路が強くなり意識しなくてもできるようになるとそれは自動モードになって習慣化しますとすれば先行きが見えない時に希望を持ち物事がうまくいかない時でも前向きに考えるためには普段から感謝する習慣を身につけてそれを自動モードにしておく必要がある でしょうというわけで私たちも毎日身の回りのものに感謝をしそのための神経回路を強化ししてあげましょうそうすればあなたがたとえどんな苦しい状況に陥ったとしてもその中で良いことが見つかり逆境を克服し前進する力が得られるんです。 私たちは生きていればいずれ必ず逆境や困難にぶち当たる時が訪れますそんな時に感謝する習慣を持っている人はその逆境や困難の中に光を見つけ出し前に進んでいくことができるんです感謝するという習慣は逆境や困難にぶち当たった時に私たちを守ってくれるセーフティーネットということができるでしょうさてここまで感謝には科学的根拠があるんですよということを解説して きましたそして「感謝を習慣化することが重要ですよと」となぜならば感謝を習慣化すれば脳の中の感謝の回路が強化され自動的に感謝できるようになるからだとお伝えしてきましたとはいえいくら感謝が重要だと分かっていても実際に感謝をしなければその効果は得られません というわけで皆さんに感謝の習慣を持とうというモチベーションをさらに高めていただくためにここから感謝がもたらす具体的なメリットについて深掘りして解説していきたいと思いますでは最初に動画の構成を理解しやすいようにこれから紹介する感謝のメリットを最初にまとめて発表しておきますそれは次の5つです感謝がもたらす驚異的な恩恵1 本当の心の豊かさと真の幸福が得られる。2、メンタルと肉体がみるみる健康になる。3、強欲を抑えることができる。4、欠乏意識から脱却できる。5、失敗を乗り越えることができる。さてどうでしょうか。今回の動画では感謝のメリットをこの5つに厳選し、これらにフォーカスしてお伝えしていきますが、もちろん、 感謝のメリットはこれだけではありません。感謝の心というのは人生のすべての分野を改善してくれます。感謝の心は長期にわたる幸せな人生を実現するための妙薬なんです。では、感謝のメリットをそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて解説していきましょう。 まずは1つ目の感謝がもたらす驚異的な恩恵本当の心の豊かさと真の幸福が得られるについて解説していきますさて何と言っても強調しておきたいのが感謝の心を持てば本当の心の豊かさと真の幸福が得られるということなんです慌ただし不安定な現代の中で 心の豊かさを失い、心をすり減らしてしまっている人は非常に多いかと思います。幸せとは一体何なのかが分からなくなってしまって、暗闇の中でもがいている人も多いでしょう。そんな人こそ、感謝の心を持つべきだとお伝えしたいんです。ほとんどの人は望んでいるものをすでに持っているということに気づけておりません。例えば、自由、愛、 人との絆がそうです私たちはこのことをよく理解し常に豊かさを感じるように努める必要があります。 どんなに恵まれていたとしても不幸を感じてしまったりどんなに恵まれていても貧しさを感じてしまう人が世の中には本当にたくさんいるんですそれは常に豊かさを感じるように努めていないことが原因ですすでに自由を持っていることを理解して初めて私たちは自分の豊かさに気づき本当の幸せを手に入れることができるんです 感謝の心を持つととすでに自分が何かを持っているといるうことで子どもの笑い声や友人との会食明るい月の光など見落としがちな出来事に喜びを感じられるようになりますつまり何気ないことにでも幸せを感じられるようになるんです さらに感謝の心は満足をもたらし私たちを前向きな気持ちにさせてくれますその結果不平を言うのではなく目標の達成に向けて全力を尽くしたくなります感謝をすることが謙虚な姿勢で一生懸命に努力するきっかけとなり一生懸命努力した結果さらに私たちは大きな豊かさを手に入れることができるようになるんですまた 感謝の心を持つと、喜びを広めるために、周囲の人に与えたくなります。そうすることによって、あなたは豊かな人間関係に囲まれ、幸せに過ごすことができるでしょう。それでは次、二つ目の、感謝がもたらす驚異的な恩恵、メンタルと肉体が、みるみる健康になるについて解説していきたいと思います。さて、先ほど一つ目の恩恵として説明した、感謝をすることによって、心が豊かになりますとか、幸せになれます というのは何となく実感できる人何となくイメージできる人もいるかもしれません。 ですが感謝をすることによってメンタルと肉体がみるみる健康になるというとえ本当ですかと感謝が健康につながるんですかと驚かれる方も結構いらっしゃるかと思います確かに感謝とメンタルや肉体の健康というのは直接的につながっているようにはなかなか思えませんがさまざまな研究によって感謝がメンタルや肉体にとんでもない健康効果をもたらしてくれるということが明らかになっているんです ではまず感謝が私たちのメンタルにもたらす素晴らしい影響から見ていきましょうまず感謝をすることによってストレスが激減し不安が和らぎ抑うつを防いでくれるということが分かっています私たちは自分の力でどうにもならないことを絶えず思い悩む傾向にあります 例えば、過ぎ去った過去の出来事を悔やんだり、これから起こるかもしれない未来のことについて、くよ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 と心配したりしてしまいます。しかし、感謝の心は、こういう問題を解消し、ストレスを大幅に和らげることができるんです。また、多くの人は、これから日本の経済はどうなっていくのか、老後、お金足りるのだろうかなどと、将来のことについて、 漠然とした不安を抱えておりますですでが感謝をすることによってこれから起こるかもしれない未来のことから現在のことに意識を取り戻すことができます。その結果 気持ちにゆととりりりがががででききて不安が減り心の平和を取り戻すすことができるんですまた感謝の心は抑うつを防ぐことができます抑うつの主な原因は失敗や挫折に伴う絶望感でありますしかし感謝の心は普段受けている恩恵に気づくきっかけとなるので絶望感から立ち直るのに役立ち抑うつを防いでくれるというわけなんですまた 医学的な観点から説明すると感謝の心を育むことによって副交感神経の働きが活発になりますその結果全身のリラクゼーションが促進されそれによってストレスと緊張を和らげることができるんです今私たちが生きているこの世界というのは非常にさまざまなストレスが降りかかってくるまさにストレス社会ですのでなかなかリラックスしたり気持ちを和らげることが難しいと感じている人は非常に多い はずです 多くの人はいつも緊張しっぱなしで交感神経が過剰に高ぶっている状態にあると言えます。そんな時は肩の力を抜いて副交感神経の働きを高めてやることが重要なんですがなかなか副交感神経を高めてくださいリラックスしてくださいと言われても難しいと感じる人が多いです。そんな時は高まった交感神経を沈めるためにぜひ感謝をしてみてほしいです。慌ただしい心を沈めるために例えば 朝起きたらベッドの中で1分感謝の時間を持つとか寝る前に今日あった3つの良いことを思い出してそれに感謝しながら眠りにつくという習慣を持つといった感じで感謝を日常に取り入れることによって副交感神経を活発に働かせてあげましょう。 また、感謝の心を持つと、逆境から立ち直る力が強くなります。これは非常に重要なことだと思います。実際にこのことは、110人の大学生を対象にした研究で明らかになっていて、50人の学生は、常に感謝の心を持つように指示され、3ヶ月にわたって毎日そういう趣旨のメールが届きました。一方、残りの60人は、そのような指示をされませんでした。 たた学学生生は他のににに比べて逆境に襲われた時に立ち直る力がが強いといととうことが分かったんです私たちは生きていればいずれ必ず逆境や困難にぶち当たる時が訪れますそんな時逆境や困難に押しつぶされてメンタルを病んでしまう方も今では非常に多いですですがあなたがもし感謝するという習慣を持っているのならばおそらく逆境や困難に押しつぶされることなく逆境 や困難からあなたのメンタルを守ってあげることができるでしょうまた感謝をすることによって活力が湧いてくるというのも素晴らしいメリットでありますこれを聞いている皆さんの中にも私どうにもいつも元気がないんですなぜかやる気が出ないんです活力が足りないんですという人が結構いらっしゃると思いますそんな人はぜひ感謝をしてみましょう 意外かもしれませんが感謝の心は活力と密接な関係があり 多くのの研究がそのことを証明しているんですなぜ感謝をすると活力が湧いてくるのかというと感謝の心が熟睡につながり逆境から立ち直る力を強め心身の健康を促進することが原因だとされています当然ストレスが溜まると精神的に落ち込みやすいので私たちの活力は低下してしまいます心配事をたくさん抱え一晩中もがき苦しみ心身の不調に苛まれている時も活力は 失われてしまいまいすしかしそんな時でも感謝の心を持つと活力がおのずと湧き人生に対して前向きになることができるんですそして先ほども説明しましたが感謝の心によってドーパミンやセロトニンオキシトシンといった重要なホルモンが分泌されこういったホルモンが あなたの体内を循環すればするほどあなたはますます活力に溢れ困難や障害を乗り越える力を身につけることができるんです。さてここまで感謝をすることでメンタルに様々なメリットがもたらされるということを解説してきました。自分、メンタルが弱いんですとかよく落ち込みがちになるんですという人は感謝をすることでそれを乗り越えることができるでしょう。そして普段はメンタル的に大丈夫な人であってもこのストレス社会においては いつメンタルを病んでしまうのかわかりませんですので全ての人がメンタルを守る素晴らしい方法として感謝をするという習慣を身につけるのは最強のライフハックであると思いますではメンタルの次は感謝が私たちの肉体にもたらす素晴らしき影響についてわかりやすく解説していきますさて私のチャンネルでは健康になるために食事 運動睡眠に気を使いさらにストレスを解消しましょうなどといったことを繰り返し述べてきておりますこういったことに加えて健康になるためにぜひ感謝をするという習慣を持ってほしいんです例えば 感謝することによってあなたは熟睡できるようになるでしょう。感謝の心は睡眠を改善してくれるというのは多くの研究によってすでに証明されております。なぜ感謝すると私たちはよく眠れるようになるのかというと、感謝をすることによって不安や心配事が減るからであります。私たちが夜眠れなくなってしまう原因はやはり不安や心配事というのが大きいんです。ですので、感謝をすることによってそれ らが減ることでぐっすり眠れるようになるというのは非常にわかりやすい理屈だと思います実際に感謝の日記を毎日つけていた人たちはそうでない人たちよりも熟睡できていたということが研究によって明らかになっております感謝していることだろう。寝る前に思い浮かべると睡眠の質が上がります感謝の心はポジティブ思考を促し気分を落ち着かせることができるからでありますですので皆さんも寝る前に 少しだけでいいので感謝をする時間を設けてみてはいかがでしょう3分でいいんです今日1日何か感謝するべきことあったかなと振り返りそして嬉しかったことありがたかったことに感謝をするんです このようなシンプルな習慣によって、あなたの睡眠の質は大きく改善されることでしょう。また、感謝の心を持つことによって、なんと免疫力が高まるということも研究によって明らかになっております。感謝の心を持つことによって、手術後の速やかな回復や免疫力の向上といった素晴らしい影響がもたらされて、さらには、 血圧が安定し、精神疾患にもかかりにくくなるため、感謝の心を持っている人たちは、医者の世話になる必要が滅多にないということまで分かっているそうです。また、 感謝をするという習慣を持つことで心臓が健康になったり脳の機能が向上するということまで分かっております。さらに感謝の心がもたらす驚異的なメリットをもう一つ紹介しましょう。それは感謝の心を持つことによって私たちはもっと運動するようになるということです。96人のアメリカ人を対象にした研究で感謝の日記をつけている人たちはそうでない人たちよりも週に平均40分 多く運動するということがわかっているんです一体全体なんで感謝の心を持つと運動するようになるのかというと感謝の心を持てばよく眠れてストレスが和らぎより明晰に考えることができるため人生の重要なことにより注意を払うことができるからだと考えられております健康的に生きるために運動が重要であるというのは全ての人が知っているのでクリアな頭でもっと運動 しようという決断を下すことができるようになったんですまた感謝することによってもっと運動できるようになるのならばおそらく 感謝することによってもっと健康的な食事もとれるようになるでしょう。感謝をすることによって様々な健康に良い習慣を実践する確率が高まるということも感謝をすることで圧倒的に健康になれる理由の一つであります。そして今まで述べてきたメンタルへの健康効果、肉体への健康効果を総合すると寿命が伸びるということも言えるでしょう。身の回りのものに いつも感謝をするとより幸せを感じストレスが和らぎ睡眠が改善し心臓と脳の機能が向上し免疫力が高まり心身ともにより健康になれるわけですから寿命が伸びることに当然つながるんですまた様々な研究によって楽観的な人は悲観的な人よりも数年長生きする傾向にあるということが分かっておりますから感謝をすることによって思考を前向きに保つこともとても 重要なことなんです。 それでは次3つ目の感謝がもたらす驚異的な恩恵強欲を抑えることができるについて解説していきますさて皆さんにもあれが欲しいこれが欲しいというもっともっとを望む欲望があるかと思いますもっとお金が欲しいもっと名声が欲しいもっと人から愛されたいなどというもっともっとを願ってしまうのは人間の本性であり多くの人が何でも最高のものを欲しがってしまう原因でもありますししかし 不幸なことにこの傾向は深刻な問題を引き起こしてしまいます一旦最高のものを欲しがるようになるとそれには再現がないんですなぜならば何かを手に入れたとしてももっといいものが欲しくなってしまうからであります例えば家賃30万円のところに住めたら次は家賃が50万円のところに住みたくなり家賃50万のところに住んだら次は家賃100万円のところに住みたくなりますあるいは最新の高級車を買ったらさらに 別の高級車が欲ししくなってしまうブランド物を買ったらさらにもっと高いブランド物が欲しくなってしまうこのような感じで結局私たちの欲望には再現がなく私たちはどんどん強欲になっていくんですその結果自分で自分の首を絞め続けることになりますですのでどこかでこの暴走する欲望と適切な距離を取る必要があります 著者はそこで、感謝の心を持てば、強欲を抑えることができるというんです。強欲とは、あり余る富や権力などを手に入れようとする、利己的で行き過ぎた願望のことであります。そして人間は、強欲に支配されると、何を手に入れても満足できなくなってしまうんです。 皆さんも今あれが欲しいこれが欲しいもっと良い生活をしたいもっともっとお金が欲しいもっと良い,いマンションに住みたいもっといい車や時計が欲しいといった強欲に支配されていないでしょうかもし支配されているのならば感謝の心を持つことによって強欲から脱却する必要があるでしょう具体的には強欲を手放すために気をつけることは次のようなことであります普段受けている恩恵を常に意識する 何かを手に入れたいという強い願望を抱いたら少し時間をとってその願望について考え正当性と重要性を検証するそれは本当に欲しいものかそれはどういう感情に由来しているのか自分に問いかけるその問いについて熟考し答えを書いてそれに気づいたことに感謝をする このように感謝の習慣を身につけ欲望が湧いてきたら立ち止まってそれについて熟考する癖がつけば欲望に支配されず自分の本当に望む人生を全うすることができるでしょうそれでは次4つ目の感謝がもたらす驚異的な恩恵「欠乏意識から脱却できる」について解説していきたいと思いますさて私たちの心の持ち方は2つに分かれますそれは豊かさ意識と欠乏意識この2つであります 豊かさ意識は成長と繁栄をもたらし豊かさ意識を育めば無限の成長の可能性を秘めどんなことでも私たちは成し遂げることができます。 一方で欠乏意識は豊かさをもたらさずネガティブなことにこだわってしまいますその結果何をしても十分に手に入らず成功を収めることができないという思い込みにつながります欠乏意識が生まれてしまう原因は自分にはまだまだ必要なものが揃っていないという欠乏が生じるからだと思いがちですが本当の原因は感謝の心が足りないことにあるんだと著者は言っています 欠乏意識に苛いまれると自分には能力が足りないと考えがちになりその結果どうせ自分には大したことできないという思い込みにとらわれ目標を達成して成果を上げるのに大変苦労するはめになります欠乏意識に苛まれている人は自分が成功できない理由として能力が足りないことや不幸な星のもとに生まれていることを挙げるかもしれませんしかし欠乏意識に苛まれる本当の原因は感謝の心 が足りないことなんです例えば自分には 大したことができないと思い込んでしまうのはどんな時でしょうかそれはつまりネガティブ思考にとらわれている時ですではネガティブ思考にとらわれている時はいつでしょうかそれは普段受けている恩恵に気づかない時ですでは普段受けている恩恵に気づけないのはなぜでしょうかそれは感謝の心が足りないからですこういったロジックで感謝の心が足りないと私たちは欠乏意識に苛まれます逆に感謝の心 心を持てば欠乏意識から解放され本当にしたいことに意識を向けることができ自分の本当の能力を発揮することができ豊かな人生を築くきっかけとなるんですそれでは次5つ目の感謝がもたらす驚異的な恩恵失敗を乗り越えることができるについて解説していきますさて人間 生きていれば必ず一度や二度失敗してしまうことがありますですがその失敗からきちんと立ち上がることができるかどうかがその人の人生を大きく左右するのは言うまでもないでしょう失敗してしまった時落胆してしまうのはごく自然なことですしかしそんな時こそ投げやりになるんじゃなくて改善に向けて努力をするために感謝の気持ちを持つことが大切であると著者は言っています失業や 不合格などの挫折に見舞われた時まず自分が辛い思いをしていることを認めましょう次にそれを書いたり話したりすると自分の感情を表に出すことができますそうすることによって一旦気持ちを落ち着かせましょうそして気持ちが落ち着いたらその経験がどんなメリットをもたらすのかを考えてみましょうその際は3つのポジティブなことを思い浮かべてくださいたとえ1つしか思い浮かばなくても想像力を働かせてきちんと 考えれば3つぐらいは少なくとも思い浮かべられるはずです例えば失業したことのメリットは1スキルを磨く機会が得られる 2自分の人生について真剣に考えるチャンスが得られる3家族と過ごす時間が増えるなどなどですこのように失敗の中に感謝するところを見つけるんですそして例えばその際この挫折の中にポジティブなことが見つかってとても感謝していると唱えると効果的ですこのように失敗の中にポジティブな側面を見つけそれに感謝できるようになれば私たちは失敗を乗り越えて生きていくことができるんですそれでは この辺で一言の内容をまとめておきましょう。ポイント1、感謝がもたらす驚異的な恩恵には、ちゃんと科学的な根拠がある。感謝に多くの効用があるのは、感謝をすることで、ドーパミンやセロトニン、オキシトシンといった、私たちが健康的に幸せに生きていくために、超重要なホルモンで脳内が満たされるからである。ポイント2、感謝がもたらす驚異的な恩恵を5つ紹介しました。1つ目は、本当の,心の 豊かさとと真の幸福が得られること二つ目はメンタルと肉体がみるみる健康的になること三つ目は強欲を抑えることができること四つ目は欠乏意識から脱却できること五つ目は失敗を乗り越えることができることでしたそれでは次二言で実践編感謝の心を育む最高の五つのエクササイズについて解説していきたいと思います ので皆さんもよし感謝にはそんな素晴らしい効果があるのならば日常生活に取り入れてみようかなと思ってくださった方結構いらっしゃると思いますというわけでこの2限では具体的に感謝の心を育む最高のエクササイズを皆さんにご紹介していきたいと思います今から紹介するエクササイズをコツコツ実行することによって自然な形であなたの中に感謝の心を育むことができるでしょうぜひ行 なってみてください具体的には次の5つを紹介していきます感謝の心を育む最高のエクササイズ1朝の感謝リストを作る2ポジティブな言葉を日記に書く3自分に思いやりを持つ 4.10分間の感謝タイムを設ける。5. 幸せな瞬間を思い出す。ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきましょう。まずは一つ目の感謝の心を育む最高のエクササイズ。朝の感謝リストを作るについて解説していきたいと思います。さてまず一日を最高の気分で始めるためにも毎朝起きた時に感謝している5つのことを書き出すというのを習慣にしてみて 欲しいんです例えば快適に部屋で目が覚めたこと、朝食が用意されていること、美味しいコーヒーを飲めること、外が晴れていることなど、毎朝幸せを感じる5つのことを思い浮かべて、それに対する感謝の気持ちを言葉で表現しましょう。また 日記の一部を感謝リストとして利用するのも良いでしょう日によってはなかなか5つの感謝するべきことを朝に思いつけないかもしれませんが毎朝そのリストを見れば感謝するべきことを思い出すことができますまた落ち込んだ時や何に感謝していいのかわからない時はあらかじめ感謝することのリストがあるのはとても効果的です感謝から朝を始めてみればその日1日をとても幸せな気分で過ごせるということに 気づけるでしょうそして朝だけでなく、ぜひ夜の感謝リストも作ってほしいと思います。一日の終わりに、その日の楽しい出来事を頭の中で再生し、感謝していることを5つ書き出すんです。どんな些細なことでも構いません。無事に帰宅できたこと、時間通りに仕事が終わったこと、友人との会話が弾んだこと、昼ごはんが美味しかったこと、パートナーと夕食をとったことなど、その日の幸せな瞬間をべて振り返り、 それを書いてみましょう。 こここううするるるととでででで日を最高の気分で終えることができるでしょうそれでは次2つ目の感謝の心を育む最高のエクササイズポジティブな言葉を日記に書くについて解説していきますまたポジティブな言葉を日記に書き留めておくということも非常に重要でありますまず文字にするという行為自体が重要ですしさらに逆境や挫折に見舞われてしまった時精神的ダメージを受けてしまった時にはなかなか感謝 の心を育むことが難しくなってししままいますしかしそんな時はポジティブな言葉を綴った日記を引っ張り出してほしいですこの日記を見れば何にどのように感謝すればいいのかが分かり冷静な心を取り戻すことができるでしょう例えば次のようなポジティブな言葉を日記に書いてみてください 私は自分の人生に感謝をしている。私は生きていることに喜びを感じる。私は健康であることに感謝している。私は今日も私のそばにいてくれた人たちに感謝している。私は今日一日を無事に終えられたことを感謝している。このようなポジティブな言葉をあらかじめ日記に書き留めておきましょう。それでは次3つ目の感謝の心を育む最高のエクササイズ。自分に思いやりを持つについて解説していきます。 さて自分に思いやりを持つことは幸せな人生を送るための秘訣でありますしかし残念ながらそれを軽視している人があまりにも多いです特に日本人は謙遜する人が多いですから自分なんてとか自分はダメだなどといったことをよく口にしがちですですがそんな人にこそ自分に思いやりを持ってあげてくださいとお伝えしたいんです自分に思いやりを持つことはそれによって気分が良くなるだけでなく 困難を乗り越え、逆境に見舞われても、幸せを追求したり、感謝の心を育む方法でもあるんです。ですので皆さん、もう少し、ご自身をいたわってあげてください。あなたはちゃんと頑張ってるんです。自分なんてまだまだですとか、自分なんて全然ダメだなどという、自分を卑下するような言葉を、普段から使わないように意識しましょう。それだけではなく、絶えず自分に優しい言葉をかけ、自分にポジティブに話しかけてあげましょう。 自分の価値を否定する言葉をつぶやきそうになったら常にそれをポジティブな言葉に置き換えましょう例えば次のようなポジティブな言葉を自分自身に語りかけてあげてください私はいつも親切で愛情にあふれている私は自分にも他人にも思いやりを持っている私は自信にあふれた強い人間だ私は常に幸せを感じ前向きに生きる私の人生はとてもうまくいっているぜひこのよう ようなポジティブな言葉であなた自身を満たしてあげてくださいそれでは次4つ目の感謝の心を育む最高のエクササイズ10分間の感謝タイムを設けるについて解説していきますさて著者は 一日に二回、十分間の休憩をとって、感謝を捧げるためにアラームを設定しようと、私たちに提案しております。その十分間で、感謝を捧げたいことや、感謝したい人を思い浮かべましょう。例えば、同僚が美味しいコーヒーを持ってきてくれたこと、上司が自分の仕事ぶりを高く評価してくれたこと、友人が励ましのメッセージを送ってきてくれたこと、仕事が終わって無事に帰宅できたことなど、何でも OK、です10分間、普段自分が受けている恩恵について考えると、すぐに気分が落ち着いて、心の平和が得られるということに気づくでしょう。特に、心が乱れてしまった時や、メンタル的に落ち込んでしまった時ほど、何も考えずに、10分間タイマーをセットして、感謝の時間を設けるようにすると良いでしょう。そうすれば、タイマーが鳴る頃には、あなたの心は落ち着きを取り戻しているはずであります。それでは次、5つ目の、 感謝のの心を育む最高のエクササイズ幸せな瞬間を思い出すについて解説していきますさてこれを聞いている誰もがあの時は本当に俺幸せだったなとあの時は最高だったという幸せな思い出があるでしょう毎日これまでに経験したそういう幸せな瞬間を少なくとも一つ思い出すということも素晴らしいエクササイズであります皆さんはどんな瞬間に幸せだと感じたでしょうか家族で海に行った時 愛するパートナーと初めてキスをした時仕事で自分の頑張りが認められた時友達と卒業旅行に行った時 あなたの過去には幸せな瞬間がたくさん眠っていますその幸せな瞬間を定期的に思い出すと人生の喜びが増え感謝するべきことがあなたの人生にはたくさんあることに気づけるはずです幸せな瞬間をどんどん記録しそれを頻繁に思い出しましょうさてさていかがでしたでしょうか2言では感謝の心を育むエクササイズを5つほどご紹介してきましたなかなかねいきなり感謝をしろと言われたってこれまで感謝する 習慣がなかった人は難しいと思うのでぜひこのエクササイズに従って感謝の心を育んでみてほしいと思いますそしてこのエクササイズに加えて日常の中で見つけられる小さな幸せや小さな親切に感謝をするということもとても大切でしょう毎日一緒にいてくれるパートナーに感謝の言葉を伝えるバスを降りるときに運転手さんにありがとうと伝えてみるいつもご飯を作ってくれている両親にいつも本当にありがとう と伝えてみる何か感謝するべきことはないかという視点であなたの日常を振り返ってみると実はたくさん感謝するべきことがあるということに気づけるでしょう常にそういったものに対する感謝の心を忘れずに生きていくことができればあなたの毎日は劇的に好転し劇的に幸福度が高まるはずでありますそれではこの辺で二限の内容をまとめておきましょう感謝の心を育む最高のエクササイズを5つほどご紹介 ししまた1つ目は朝の感謝リストを作ること2つ目はポジティブな言葉を日記に書くこと3つ目は自分に思いやりを持つこと4つ目は10分間の感謝タイムを設けること5つ目は幸せな瞬間を思い出すことでした。 本日は以上です。この動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください。今画面に出ている最新動画、おすすめ動画もチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。